ブックメーカーとは、欧米における掛け屋である。暴機へとも呼ぶ。大腸をつける人、すなわち、日本語の飲み屋を意味する場合が多い。多くが法人として営業している。ブックメーカーという名称だが、出版社や書店は意味しない。ブックメーカー方式とパリミュチュエル方式の配当システムが一般的である。欧米の賭博は単純明快を胸とする。 親の持ち回りで配当が異なるゲームは好まれない。すなわち、ブッキーは道元ではなく掛け率を提示して、客の投票を募り、賭けの結果により、勝者に配当をする掛け屋である。親として被ることはないので、道元とは違う。1790年代、イギリスニューマーケット競馬場で、ハリー・オグデンが始めた。はじめは、 競馬の歴史にそぐわないという観点で抵抗があったが、徐々に参加者が増えていった。1960年にはイギリス政府公認とされた。具体的な方法としては、あるレースについて出場が予想される馬に、ブックメーカーの予想担当者が倍率をつける。この倍率のつけ方こそが、ブックメーカーの腕の見せどころであり、当然各ブックメーカーによってその倍率は異なる。また、 G1 等のビッグレースでは、レースの何ヶ月も前から倍率がつけられ、毎日変動していくことになる。出走が予想される馬に賭けるため出走できるか、どうかも賭けのうちであり、実際に出走しない場合でも返金されることはない。賭けが偏ったり、巨額の賭けが行われた場合は、ブックメーカー自身が、同業他社の賭けを買うことで損失に対して備える。 ブックメーカーの賭けの対象は競馬から始まり、徐々に様々なプロスポーツや大学スポーツに広がっていったが、スポーツ以外の賭けも存在する。その範囲は政治的選択や戦争の行方といったものからクリスマスに雪が降るかどうかというものまで非常に幅広い。ブックメーカーは国によって法律上の扱いが異なる。イギリスでは合法で免許制。 アメリカ合衆国では、ネバダ州など一部の州を除き、非合法である。シンガポールやカナダなどいくつかの国では、公営のブックメーカーのみが許可されている。日本では、ブックメーカーの営業はいわゆる、飲み行為として全て違法とされる。商品を出していた、高校野球を、賭けの対象とした、野球賭博や、相撲賭博などで処罰された例もある。 公営競技の投票権等を購入することは違法で、ないが公営競技の結果を使ったブックメーカーの営業も当然違法である。サッカー、アメフト、野球、バスケットボール等のメジャースポーツだけでなく、スポーツ全般が主なブッキングの対象となっているが、アメリカの大統領選挙やゲームの大会、アカデミー賞の受賞者や次のジェームズ・ボンドを演じる。 役者等もブッキングの対象になる場合がある。ブックメーカーの場合、パリミューチュエル方式のように小数で表示されることは少なく、例えば3.0倍の場合は2対1と比の形式で表示される。左側の数字は投票の引き受け手側、右側の数字は投票者側を意味するとされている。ブックメーカーの倍率表示から小数の倍率に換算する場合は、 右側の数字の式となる。また1対1の場合は、イーブンズと表示される場合もある。1991年4月から1992年3月に、フジテレビの深夜番組で、TV ブックメーカーという番組が放送された。この番組は直近に行われる、スポーツ、文化イベントやニュースの話題などを、毎週数点取り上げ、司会者が、その結果に関しての倍率を提示。 またその関連の資料、話題を見ながら、ベッターが番組独自の通貨、カノッサを使い予想を立てるというもので、時にはカノッサを使い果たしたパネリストが、宣米をベットする一幕も見られた。t v b ブックメーカーの元スタッフがリメイクした番組、デリバティブ TV も参照のこと。インターネットの普及により、タックスヘイブンなどに本拠を置くブックメーカーが増えている。 対抗措置として、各国の主催者などは、払い戻し率の向上などに注力を行っているが、取り締まりに関しては有効な手段はなく、事実、上のパナシ状態である。また、クレジットカードによる、決済手段は客側にも、ブックメーカー側にもメリットがあり、2000年代に入ると、瞬く間に広まった。競馬の払い戻し率についてはフランスが2007年より85%へ、 日本も2008年から特定のレースに限り80%へ率を引き上げたが、ブックメーカーによっては95%の高払い戻し率を訴えい対抗する動きも見られる。日本国内では国が特別に認定した運営者以外がギャンブルを開設すること参加ともに禁止している。そのため、ブックメーカー行為は飲み行為とともに刑法などの法律で厳しく禁じられており、 主催者はもとよりそれを購入した参加者も処罰される。具体的な根拠法については飲み屋を参照されたい。2012年8月、イギリスのブックメーカーを使い違法に出資金を集めたとし、出資者らが投資会社に契約2億9100万円の損害賠償を求める事件が発生。大阪の投資会社、スピーシー及びその勧誘者らは、 2011年頃からマルチ商法的な手法により被害者らに100%リスクがない月3から10%の配当が得られるなどと宣伝資金を募集したものの2012年5月以降は配当を停止する状態に陥った。これらに対し原告らは同社が全国1000人以上から計数百億円にも上る出資金を集めたとみており 同社商法を破綻必至を前提とした悪質な詐欺商法とした上で同社だけでなく出資者を募集した最上位勧誘者らの不法行為責任の追求についても視野に入れている。ありがとうございます。